数々の困難を突破し、サンジを奪還したルフィたち麦わらの一味。ビッグマムの縄張りから脱出を試みるが、敵の激しい追撃を振り切れずにいた。一方、ウェディングケーキ運搬を任されたベッジは、食い患いのビッグマムをルフィたちから遠く離れた島まで誘い出すことに成功する。ここまで引きつければ問題ない。野郎ども、撤退だ。あとはクロワシとプリンのケーキの味次第。死ぬほどおいしい。これこれ、ウェディングケーキ。ウェディングケーキの甘みに満足し、正気を取り戻したビッグマン。直ちにルフィたちへのさらなる追撃を開始する。大艦隊に包囲され、ここまでかと思われたその時、ルフィたちを救うべく現れたのは太陽の海賊団だった。彼らはかつてのジンベエの仲間であり、ジンベエはたまらずルフィにしんがりを願い出た。ルフィ、わしゃあいつらを置いてはいけん。この船の最後尾、わしに務めさせてくれ。忘れんな、ジンベエ。お前の船長はもう俺だぞ。死んでも死ぬなよ。ジンベエたちの尽力により、ルフィたちはビッグマムの縄張りを脱出。ゾロやキンエモンの待つ次なる目的地、ワノ国を目指す。その途上、ルフィは世間から再び大きな注目を集めていた。四皇の一角に大打撃を与え、その幹部をも倒したことで賞金額も。ちょっと待ってください、ルフィさん。あなたの懸賞金額15億ベリーですよ。その頃、ルフィを取り逃がしたビッグマム、ワノ国を支配する百獣海賊団の長、カイドウと密談していた。いいね、麦わらの首は俺が取る。邪魔すんなよ、カイドウ。あの小僧に恨みがあるのは俺だ。来るなら殺すぞ、リンリン。一方、先にワノ国に潜入していたゾロ、ウソップ、ロビン、フランキー、彼らはキンエモンの指示でカイドウの動向を秘密裏に探っていた。だが、ゾロの持つ黒刀シュウスイが紛失したワノ国の国宝であったため、窃盗犯とみなされたゾロはワノ国全土で指名手配されてしまう。そんな騒ぎも知らず、ルフィたちはワノ国に到達。荒波に揉まれるうち、仲間とはぐれてしまったルフィは一人ワノ国を探索する。不法入国の船に指名手配中の浪人の逃走か。ホーキンス、今すぐそいつを捕らえろ。カイドウさんにはまだ言うな。はあ、おそらく浪人の正体は麦わらの一味の一人、海賊狩りのゾロかと。であれば、麦わらの一味が他にも潜り込んでいるはずだ。ドレーク、一人残らず探し出せ。承知した。おーい、サンジ、みんな！くそ、ここどこだ？あそこにいんのは。この声は、ルフィ！来てたのか！やっぱりゾロだ！久しぶりだな！みんな一緒か？ああ、はぐれたけど、まあ無事だろ。やはり指名手配の浪人とはお前のことか、ロロノアゾロ。お前は、
麦わら、お前もか。観光ならやめておけ。お前らが来ていることは知れ渡っている。麦わらの一味、上からはまとめて捕縛しろとの命令が出た。すでにドレークがお前らの仲間を追っている。捕まるのも時間の問題だろう。なんだと？この国では強者につくか、従わず逃げ回るか、それだけだ。金右衛門の話はこうだ、ルフィ。騒ぎは起こすな。よし、じゃあちゃんと後で謝ろう。こいつ倒してみんなを助けに行くぞ。お前たちが生き残る確率 19%。 さてゲームを始めようか。指示、ヨロノアグロを捕らえる。その船長も。お任せを、今すぐ引っ捕らえてきます。急いでみんなのとこ行ってやんねえと。邪魔する奴は全員ぶっ飛ばす。ジェットスタッフが来るぜ。あの指揮官さえ倒せばザコは逃げ出すのか。よし、あの偉そうな奴からぶっ飛ばすぞ。麦わらや、ゾロや、なんなんだこの騒ぎは。あれ、ドラー久しぶりだ。そうだ、敵倒すの手伝ってくれ。縄張りを奪って敵の目を引きつける。それで戦力を分散できるはずだ。おいゾロや、騒ぎを起こさねえ。あれほど誓ったよな。はっ。
くいったか。俺はここで敵を引きつける。なんだ、向こうが騒がしいぞ。様子を見に行ってみるか。ライフマイナス1。レッドホーク。お前たちがどれだけ強かろうと、俺が倒されることはない。どういうことだ。わらわらの力で体に宿した部下たちの数で俺は死ねる。本気で行く。いいカード。ストローマンは部下たちの分身だ。俺にダメージはない。身代わりに大した能力だ。わらびたい。
潜入していた麦わらの部下は捕獲完了だ。手が足りないなら加勢しよう。こいつら倒して助けに行くぞ。本気で行こう。いい観音のシャボンで以来しよう。トラファルガーの。お前にバレる前に口を封じるつもりだったんだな。まだまだ。だだ。これまでだ。こうしてはいられない。同盟が揃ってワノ国に何をする気だ。入国はバレるし、花屋は捕まる。考えうる最悪の事態に仕上がってる。俺の力だ。ドレイク、俺はここまで。麦わらの位置、それほどの力をつけていったか。残念だな。まだまだこんなもんじゃねえぞ。邪魔な奴はぶっ飛ばした。急いでウソップたちを助けに行くぞ。どいつもこいつも不甲斐ねえな。おい、ジャック、カイドウさん、あんなガキども相手に何を手こずってやがる。竜、なんだあれ。カイドウ。カイドウって竜なのか。奴の能力だ。カイドウは巨大な竜に化ける。麦わらや、てめえ何やってんだ。おい、カイドウ、ぶっ飛ばしに来たぞ。お前は。俺はルフィ、海賊王になる男だ。ゴムゴムのエレファントガン。に戻った。ゴムゴムのコングオルガ何の王になるだと？小僧。あの麦わら屋が一瞬で、やはり化け物か、カイドウ。
おい、ぼーっとしてる場合じゃねえ。ルフィを早く助けねえと。待て、ゾロヤ。闇雲に突っ込んでいっても奴は。お待ちくだされ、ゾロ殿、ロー殿。金右衛門。もはやワノ国は敵だらけ。どこもカイドウの息がかかっておる。今単独で行っても捕まるだけでござる。けどよ、カイドウならあの場ですぐにとどめを刺せたはずだ。始末せず連れ去ったということはきっと何か狙いがある。今は焦らず一度体勢を立て直すべきだ。桃之助様と残る皆は合流しておでん城に集まっているでござる。一旦引き上げ次なる策を講じようぞ。四皇百獣のカイドウ、麦わらのルフィを捕縛。その一大ニュースはある情報筋から密かにワノ国国外へと伝わった。ドレスローザでルフィと共闘し麦わらの一味の傘下に加わっていたバルトロメオとキャベンディッシュもこの事実に衝撃を受ける。ルフィ先輩が捕縛？ありえねえ。何かの間違いでねえか。なんだと、麦わらが。カイドウ、それほどまでに強いとは。ルフィの身を案じる二人はすぐさまワノ国に向けて出航する。カイドウ、お前、俺との約束破りやがったな。ルフィを追いワノ国に上陸寸前だったビッグマムはカイドウに出し抜かれたことに怒りをあらわにする。一方海軍本部はワノ国が世界政府非加盟国であるとして黙殺を決め込む。しかし事態を重く見たフジトラはある密命を下す。麦わらがカイドウに捕まってビッグマムも黙ってないでしょう。すでにワノ国に上陸寸前って報告がある。四皇同士の激突が世界にどんな影響をもたらすか分かりやせん。和の国で麦わらの一味の支援をしちゃくれやせんか。あの連中とまた手を組むのは正直うんざりだが、あんたの頼みとあっちゃ仕方がねえ。だがそもそも和の国は国外との交流を断った鎖国国家である。かすかではあるが情報が流出したのはある海賊の陰謀によるものだった。ぜー下準備はうまくいった。だがそう焦ることはねえ。おい野郎ども、出航の準備だけしておけ。そして動き出す者がもう一人。さてそんじゃ向かうとするか。あまたの強者が続々と集結する和の国。今ここで一大決戦が幕を開けようとしていた。こうしちゃいられない。待ってろルフィ、俺が必ず助けてやるからな。
ぼちぼち時間だ。しかし見れば見るほど陰気な場所だな。ここには我らが主君光月おでん様が残した名状がござった。今や見る影もないが。ゾロ、トラ、久しぶり。どうしたんだ、みんな暗い顔して。何かあったのか。さて、どこから話せばよいものか。麦わら屋がカイドウに挑んでやられた。え、ルフィが。こうなっちまったら潜伏する意味はねえな。これ以上敵に手を打たれる前に動くべきだ。ああ、何にせよ麦わらへの救出が最優先だが。なるほどな、お前らの考えは分かった。お前らは薄霊や。今お前らに構ってる時間は。待ってください、あなたたちと争いに来たわけではありません。私たちは協力を要請しに来ました。協力だと。また海賊と手を組むなんざ不本意だが、それが大将藤虎からの指示だ。お前ら四皇ビッグマムとその部下たちが和の国に向かってきていることは知っているが。ビッグマムが和の国に。海軍の目的は四皇の衝突を最小限に抑えることです。そのために我々が派遣されました。しかし麦わらがカイドウの元にいたんじゃ、奴を追っているビッグマムとの衝突はより大きくなる。私たちも麦わら救出に協力します。この和の国での目的を果たすまではお互い休戦としましょう。またお前らの手を借りるのは尺だが、ビッグマムが来しまったらいよいよ手がつけられねえ。ビッグマムが和の国に接近していると知ればカイドウたちは間違いなく動く。ああ、その隙をついて麦わら屋を助け出すぞ。久しぶり。お前らどうしてここに。どうしてって、ルフィ先輩を助けに来たに決まってるべ。君たちは知らないだろうが、麦わら捕獲の事実はもう世界中に知れ渡っている。ルフィ先輩および一味の皆様のピンチとあらば駆けつける。それが俺だぜ、麦わら大船団だべ。ん？誰だお前ら。チョッパー先輩。うわ、なんだお前。騒がしいな、何があった。先輩、ナミ先輩にブルック先輩も。ドレスローザでお会いできなかった皆様とのご対面、こんな幸せめったにねえべ。ありがとうよ。
麦わら大船団ね。助けてくれるなら心強いわ。俺絶対ルフィ先輩たちを助け出しますから。おいだな、そのサインくれますか。やれやれ、君は本当に品がないな。少しはこの僕を見習ったらどうだ。なんだとキャベツコラ、こいつら本当に頼れるのか。皆さん、部下から報告です。ビッグマムのワノ国接近を知り、百獣海賊団が動き始めたようです。タシギちゃん、ありがとう。俺たちも動くなら今だな。百獣海賊団の隙をついてルフィたちを助け出すぞ。うわ、待っててくんぞ先輩方。必ずや一刻も早くお助けいたしますだべ。マムが現れるまでにルフィ殿の居場所をつかむでござる。敵を縛り上げて情報を引き出せ。登場しろ。職務を全うしないで刻まれていく。ここを制圧すれば敵も減るはず。一旦の感覚を待ってた。サン貴様、登場したろ。無念サン、後悔するなよ。こっちを抜けサン、ジャンプだ。自然でやるか。おい、てめえ、うちの船長がどこに囚われてるか知ってるな。知りません。ただ向こうの方が警備が厳重だから、もしかすると。サン、多少の手荒な真似は仕方ねえよね。サン、カラスマガリ。麦わらの奪還は連中に任せときゃいい。俺たちは敵を足止めするぞ。はい、スモーカーさん。
ルフィ殿を探そうぞ。お前たち、さっさと麦わらを探しな。見つけたら鐘を鳴らして知らせるんだよ。鐘か。うまく使えばビッグモムを誘導できそうだな。麦わら屋が見つかったと思って鐘の方へ向かうはずだ。すぐに戻る。来たな、ビッグマム海賊だ。町への侵入を許した。衝突は免れる。被害が広がる前に止めるべきだ。決めたのさ。四皇と直接対決か。下の相手を間違えたな。なんなら俺と親子の杯を交わすか。いやどこで油を売ってしまうね。先を急ぐねと。4方が相手か。東馬の何か必要だ。珍しいね。俺の本に入れてやろうか。後悔するなよ。どっちを握れ。観念して捕虜の居場所を教えるのじゃ。はあ、知らねえものは教えられねえよ。整いました。いつでも出発できます。待たせよ。さっさと行くぞ。あいつらどこ行ったんだ。あの方のお役に立つ男に並べよ。この戦場で活躍すれば僕の人気も。ほら、俺たちの仲間の居場所を言え。素直に言った方が身のためだぞ。
僚ならここにはいない。ついさっき鬼ヶ島に護送されたんだ。何？じゃあさっき消えた奴らは護送のために。これ以上ここにいる意味はない。俺たちも鬼ヶ島へ向かうぞ。砕けばそれまでだ。テロン、やってみろ。固まる前にぶった切ってやる。エガント通れ。結婚式を台無しにしてくれた礼だ。とびっきり甘いキャンディーマンでやるよ。甘みは人を苦しめるためのもんじゃねえ、幸せにするもんだぞ。お前らのせいで麦わらに連れ回されてひどい目にあったんだよ。そりゃこっちのセリフだ。レッドホール。ママに何と報告する。この感覚を待ってた。怪我させて。片栗お兄ちゃんが黙ってないからね。諦める。カタクリ、こいつは強敵だ。油断するな。あららら、すごいことになってるな。あんた、なぜここに。まあお前たちと同じだ。
四皇同士の衝突を最小限にしに来た。不穏な動きもあるしな。これじゃもう勝機はねえか。麦わらの仲間、腹から格下に見ちゃいない。当然だ。海賊王になる男の仲間だぞ。ちょっと時間くれるか。元海軍大将が俺に何の用だ。お前と話すことなどない。まあそう言いなさんな。あんちゃんの海賊団の今後に関わるかもしれねえ話だ。どういうことだ。いいじゃねえか。
間に合わなかったか。早く追わねえと。ルフィはすでに鬼ヶ島へ護送済み。ビッグマム海賊団も後を追っている。状況は最悪だ。早く何とかしねえと、四皇の直接対決が起こるかもしれねえ。俺たちも急いで後を追うぞ。お兄ちゃん、もう足止めはこれくらいで十分でしょ。ペロス兄も鬼ヶ島へ向かったし、私たちも早く。待て、ブリュレ、少し用がある。青生地。話とは何だ、青生地。要件次第だ。まあ落ち着きなさいよ。時にアンちゃん、四皇二人がここで争うことの意味考えたことあるか。どういうことだ。仮にだ、ビッグマムとカイドウがこのまま潰し合って一番得をするのは誰かって話だ。例えば他の四皇、特に最近四皇入りした新参者にとっちゃ格好の攻め時だとは思わねえか。まさか黒ひげか。青キジ、お前何を知ってる。そういう可能性もあるんじゃねえかってことよ。そうなったら麦わらどころじゃなくなるんじゃねえか。まあどう判断するかはお前らで決めな。忠告はしたぞ。お兄ちゃん。カイドウに黒ひげまで加わってはさすがのままでもただでは済まない可能性がある。そうなる前に俺たちで麦わらをママの元へ届けるぞ。取らねえ。カイドウは俺がぶっ飛ばす。待て、カイドウをぶっ飛ばすのは俺だ。海賊王になるのも俺だ。いや、カイドウを倒して名を上げるのは俺だ。見つけたぞ、麦わら。え、カタクリ、どうしてここに。まさかビッグマムの連中まで来てるとはな。ブルレ、鍵を使え。助けてくれんのか。じっとしてな。回廊石の手錠だから私も触れられないんだよ。手錠が。ありがとう、カタクリ、エダ。なあカタクリ、こいつも助けてくれ。
いや、俺は助けは借りねえ。勝手なことするな。待て、麦わら。お前を助けたのはママの元へ連行するため。それはダメだ。カイドウを倒すのが先だ。こいつと俺でどっちが先にカイドウを倒すか勝負すんだよ。だからこいつも連れてく。お前らと戦うのはその後だ。貴様は当然のようにカイドウやママを倒すつもりなのか。やはりこいつは。じゃあ、私たちの鏡が。もう気づかれたか。麦わらが逃走する確率 63%。 不穏な予感がして来てみたが、随分と意外な客人のようだ。侵入者に脱走者、誰一人逃がしはしない。いたぞ、侵入者だ。めんどくせえことになったな。よし、外れた。てこら、あたしの鍵。いつの間に。これで勝負できるな、ギザオ。シャボンディ諸島での一件といい、本当に無茶苦茶な野郎だ。よし、とりあえずここを抜け出すぞ。お前ら、手貸せ。ここを抜けるまでだ。その後、お前をママの元へと連れていく。カイドウにビッグマム、二人とも俺が仕留めてやる。二人とも気合十分だな。まずは捕まってるはずのウソップたちを助けねえとな。この人たち全然話が噛み合ってない。よし、行くぞ。膝を肩くり、脱走だ。逃走成功率は限りなくゼロに近い。決して逃がしはしない。あそこの敵、始末しておくか。どけ。あそこの方、使えそう。周りの敵をぶっ飛ばすか。ライフマイナス1。だがこの程度どうということはない。
運気が落ちているようだ。一度体勢を整えるとし。よし、先へ進むぞ。おい、みんな、どこだ。あいつ、仲間を助けさせてたまるか。撃ち取れ。仲間探しに俺たちまで付き合わせる気か。言って聞くようなやつではないだろう。それに今別行動しても不利になるだけだ。最終的にママの元へ連れ帰れ。それでなんとジェットセル。What?
せるぞ。囲まれちまったらおしめだ。追ってはそこまで来てる。急いだ方が良さそう。ここに麦わらたちがいるぞ。引っ捕らえろ。あがれ持ち。すんなよ。よし、港まであと少しだ。親父譲りの狙撃の腕、拝ませてやら。かかったな。ここは倒産。脱獄されたか。だが、それなら再び捕らえるだけだ。はっ、戻せよ。ゲットフォー、行くぞ。はっ、よっ、ゲットフォー、はっ、よっ、ゲットフォー、はっ、よっ。どれくらいでましか。お前には用はねえんだ。そこをどけ。俺が行こう。念のためだ。よし、まあ、さっさと港に向かおうぜ。ほら。
イドウなんか味方すんなよ。お前の知ったことではない。これが俺の力だ。やがれ。よし、あとまで急ぐぞ。ルフィ、止める。みんなを連れてくる方が早いわ。急いで合流しましょう。おい、どこだ、カイドウ。あっち行ってみっかな。
い。面倒な奴が来るぞ。させねえぞ。ここで息の根を止めてやる。あの爆弾の山、近くに爆発でもしたら危ねえぞ。おい、だがあそこに奴を誘い込んで爆発に巻き込むこともできそう。これ以上お前をのさばらせるわけにはいかねえ。うるせえ、さっさとここどけよ。俺はカイドウに用があるんだ。していたとはな。敵の敵は味方だというわけ。これは俺個人の意思だ。ママは関係ない。拉致が開かん。闇雲に攻撃するのではなく、俺たちの技を同時にぶつけて。ぜい、てめえは引っ込んでろバカサル。俺の獲物だ。ぜ、邪魔すんじゃねえよミサオ。ぜい、お前ら人の話を聞け。まとめて踏み潰してやる。何だ、食らいやがれ。この小物ジャンキリキングコンセンター。よっしゃ、見たかギザオ。ああ、俺の一撃が決まったのを見た。てめえのじゃねえ。なんだとこの野郎。お前ら先にとどめを。そこまでだ。ああ、なんだてめえら。ビッグマム海賊団、鬼ヶ島に上陸間近との報あり。急ぎ戻りましょう。ママ今は引く。だが今度こそ次はない。これ以上の長いは無用だ。俺は戻る。お前らに力を貸してやるのもこれまでだ。おい、何すんだよ。ていうかてめえ、お前今何した。てめえのせいで逃がしたじゃねえか。お兄ちゃん、どうして麦わらを捕まえないの。絶好のチャンスだったじゃない。奴らは逃げん。
ママと合流して事態を報告する。体制を整え、カイドウの動きを警戒する方が先決だ。お前との決着、今は預けておく。麦わら。こちらを倒すだけか。やるぞ麦わら。Let's go!
麦わら、命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。来い、一点で俺の力思い知らせてやら。計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、もう逃げねえ。最悪の世代、長生きなガキどもが俺に盾つくんじゃねえ。温厚がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。おら、取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるって。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲良く死ねえ。ルフィ、しっかりしろ。ルフィ、目を覚ませ。
ビッグマム海賊団の本体と麦わらの一味、間もなく交戦を開始する模様。どうする、このまま攻め入るか。いや、まだだ。両軍が消耗したところで畳みかける。麦わら、ビッグマム、これ以上好きにはさせねえ。最後に勝つのは百獣海賊団だ。じゃあ来たぞ、ワノ国。船長、麦わらとビッグマム、そろそろ追っ始めそうだぜ。そうか、俺様の狙い通りだな。バジェス、お前に一つ頼みてえことがある。麦わらとビッグマムがやり合ってるうちにカイドウの寝首をかけ、これであいつもしまいだ。ウィーハハ、任せてくれ船長。よし、行くぞ野郎ども。四皇どもをまとめてぶっ飛ばして、この世界の王になってやるぜ。ゼハハハ。ルフィ。ルフィがカイドウに捕まったと聞いて飛んできたら、このありさまだ。くそ、もう少し早くついていれば。伝令、ワノ国に黒ひげが上陸した模様です。黒ひげ、やはりこの木は逃さねえよな。俺はスモーカーたちと先行して黒ひげの動向を探る。お前たちはあれだ、ビッグマムを何とかしてくれ。雑かよ、食えない野郎だ。あれは麦わらの一味、麦わらを引き渡せ。ママの命令だ。逆らったらどうなるかわかるよね。くっくっくっく。来たか、ビッグマム海賊団。戦闘準備だ。俺も手を貸す。ルフィたちが目を覚ますまで俺たちで持ちこたえるぞ。心配ご無用。ルフィ殿は必ず立ち上がる男でござる。まだ目を覚まさねえのか、麦わらや。しっかりしろ、ルフィ。モモの助様、殿に出ては危のうございます。大将がよ、そんな顔すんじゃねえ。
悪いな、不安にさせちまった。約束だもんな。今、あいつらをぶっ飛ばしてくるからよ。俺は死なねえし、俺の仲間も誰も死なせねえ。ご覧くだされ、桃之助様。仲間のために立ち上がり、仲間を守るために戦う者、それこそが海賊。ルフィ、もう戦えるか？カモ、もう大丈夫だ。ありがとな。よし、開けるぞ。よっ、レッドホーク。野望を出てきたね。麦わら、まだまだ見つからないか。ひとまず麦わらを捕らえるぞ。さすがに懸賞金10億超えは伊達じゃないか。人気では負けていないつもりだったが、懸賞金が何億だろうが関係ねえ。麦先輩のため命を懸けて戦うべ。麦わら傘下の海賊だ。俺の目的は麦わら一人。殺せるな。どうすればルフィの覚悟に応えられるでござるか。レッドホーク、おりゃー、子供の。よし、俺たちも行こう。ルフィを邪魔する奴らを倒すぞ。よっ、くそ。よっ、この前は見逃してやったが、そうはいかないよ。なんでここに麦わらたちが。って、騙されるわけねえだろうが。もうバレちまった。だが、お前は先に進ませやしないよ。どけ。子供の。いかんとけ。麦わら屋のところに行くつもりか。そうはさせねえ。どうや、キャンディーマンになりたい。目の前の敵を切る。今の俺たちの役目はそれだけだ。意見が合うとは珍しいな、アホ天使。それじゃ、目の前の敵を蹴るとするか。おりゃー、子供の。なんとゲットせん。勇
スタス、なぜお前がワノ国にいるんだ。お前に話す筋合いよね。感謝しろよ。だが助かったよ。ありがとう。煩わせて申し訳ねえべ。もっともっと精進するべよ。だがまずはてめえだ、麦わら。リングマム、どけよ。お前に用はねえ。偽物が鬱陶しいんだよ。さっさと倒して先に進むぜ。ママ、うちで何よりだ。よくもやってくれたね。気は済んだ。
おいおい、俺と遊ぼうってか。やろうのも相手してやれ。こっち、久しぶりだな、麦わら。しばらく見ねえのに腕を上げたみて。黒ひげ、なんでお前がここにいるんだ。俺の邪魔すんならお前もぶっ飛ばすぞ。テレファッションだ。なかなかやるじゃねえか。楽しくなってきたな。よけ、許せねえ。さあ、行くぞ。はっつうよ。おりゃ、そのものギガントジェットシュー。そろそろ頃合いみてえだな。一旦引くとするか。
前はカイドウの後だって言っただろ。まあ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 、その減らず口俺が永遠に閉じてやるよ。ママの邪魔はさせねえ。もっとこっちに兵を回せ。しぶといやつめ、プロメテウス燃やし尽くしてやるな。はい、ママお前たち覚悟しろ。こっち向きな。はい、ただいま。あ、これよ。ライバルズが。散々俺をここにしよう。許さねえぞ、麦わら。お前がどれだけ怒っておうと、俺の邪魔は絶対させねえ。バラバラに挑んでも拉致が開かねえ。ビッグマムに一泡吹かせるには、ルフィ一斉に仕掛けるぞ。どこへ行きやがった。ヤマスヤハズケロ、いでるでてて、我らの狙いはお前だって。さあ、ご飯の時間よ。くらえ。あ、うわ、応援しなさい。今だ、行くぞお前ら。ゴムゴムのディザブルジャンブ一大参戦。麦わらクロス大戦世界テオレックス、バズーカやったか。いや、確かな手応えはねえな。あの方はまた復活してくるはずです。今のうちに先を急ぎましょう。あ、行こう。あいつら許さねえ。どこ行きやがった、麦わら。ジハハハハ、邪魔ねえな、ビッグマム。てめえは黒ひげか。麦わらに手ひどくやられたか。おめえのイカレっぷりもどうやらここまでみてえだな。さすがに耳を疑ったか。
あんたとカイドウがぶつかるって知ったときはよ、あんたら麦わらをめぐりお互いの戦力を消耗する。俺にとっちゃあんたらを潰す絶好の機会ってわけだ。麦わらの連中は予想以上にやってくれたぜ。大した苦労もなく四皇の首を取れる。二人もだ。あんたもカイドウもここで消えてもらう。老いたあんたらの時代はもう終わったんだよ。ふざけるんじゃねえ。俺がてめえみたいな若造に負けると思うのか。カイドウ、黒ひげ、くだらねえ手を使いやがって。どいつもこいつも骨がねえ。ピーチ船長、すまねえ、闇討ちは失敗だ。そこのババアがどうなろうと知ったこっちゃねえ。だがこれ以上俺の島で暴れようってんなら生かしちゃおけねえな。なり揃っちまうとはさすがに分が悪い。裏かるぞ野郎ども。死に損なったな、リンリン。まあいい。これで邪魔者は残らず消えた。おろろろろ。待っている？麦わらの小僧！この俺を怒らせたことを後悔させてやる。船を壊して奴らの退路を断つ。であれば俺は麦わらを叩こう。勝利する確率は限りなく高い。守るからよ。あいつを抑えてくれ。頼む。男バルトロメ、あいつをぶっ飛ばして必ずやルフィ先輩のお役に立つべよ。あいつ最悪の世代じゃないか。僕の人気を返してもらうぞ。
まさかここまでやるとはな。ビスカネード認めてやるよ、バカザル。容赦しねえぞ。行くぞ。ビッグマム、クロヒンは共に去ったな。残るはカイドウだが、海兵が麦わらに加担していると。黙って返すわけには。道中踏み合わせ、そこにいろ、すぐ向かう。バカな、この俺が。やった、サニーゴ、守れたよ。立ちふさがる敵は、すべて消し去るのみ。消す？この華々しい僕の存在を？そんなことさせるものか！ラオキジュ、海軍をやめて麦わらたちに行け。あれだ、いろいろあんだよ、こっちにな。悪いが、お前はここまでだ。ドレーク元少将。来たよ。お前たちがどれほどに逃げたろうか、俺は止められやしない。いいか。本気で行こう。俺が勝利する確率 85%。 わざわざ挑むのは無謀というものだ。確率だ、くだらねえな。そんなもん俺がひっくり返してやるよ。油断したか。てめえら邪魔だ、どけ。くそ、切っても切っても敵が湧いてきやがる。ケムリンたち、久しぶりだな。なんでワノ国にいるんだ。お前に言う義理はねえ。こっちにはこっちの事情があんだよ。お前たちも邪魔はしねえさ。ま、頑張るこっとな。
海軍大将なんでね、元少将のお前じゃ格が違うんじゃねえの。たとえ格上であろうが、俺にも引けない事情だ。何やってんだ。気合を入れ直せ。面目ないです。ありがとうございました。さて、俺はもう少し麦わらたちの戦いを見ていこうかね。おい、何してやる。使えねえやつらだ。俺が終わらせてやる。よっ、はっ、レッドホーク。カイドウ、今度こそお前に勝つ。よっ、カイドウをぶっ飛ばすか。ちゃんとできてんだろうな。うがいねえとこ見せやがったら、そん時は俺がてめえごとカイドウをぶっ飛ばす。お前を一人で戦わせるものか。俺も行くぞルフィ。いよいよ奴との決戦の時だ。やるぞ麦わら。俺たちはルフィの退路を確保するぞ。あいつは必ず勝って帰ってくる。恐れをなし。カイドウ、お前をぶっ飛ばしに来た。おろろろ、証拠にもなくまた来た。いいだろう、また日の目してやる。エリートマラ。おお、この程度じゃ死なねえよ。俺たちが共に戦えば倒せない相手じゃないはずだ。くだらねえ。弱え者同士で徒党を組めば俺に勝てると本気で思ってるのか。うろろろろろ、なんだこの程度か。全然大したことねえな。よっぽど死にてえらしいな。弱えガキどもが束になってどうするつもりだ。ん？そうか、お前あの大名の家臣か。いかにも。お主を討つため20年の時を超えてここに参った。亡き主君おでん様の無念、今日こそ晴らしてくれる。なめられたもんだな。おろろろろ、おい、そこの小僧。あの時のガキだな。覚えてるよな。俺との力の差もわきまえず、大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ。あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ。てめえら、覚悟はできてんだろうな。全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやる。
に立てていたことを地獄で後悔しやがる。今度こそ勝つ。俺たちが相手だ。所詮海賊ごっこ、何一つ守れやしねえ。すぐにこれはまずいんじゃないの？危ねえ。岩に隠れながら進まねえと。
前らごときやられやしねえ。観念せよカイドウ、一年の恨み今こそ晴らしてくれる。舐めすぎなんじゃねえのか。奴の隙をついて一気に勝負を決めるしかねえな。私に任せて。
おとなしくしときなさいよ。うん、おい、拙者も見届ける。戦えなくても命を懸ける覚悟でござる。消し炭にしてやる。ボラボレース。ああ、サボ。シャンブルス。どこ行った。麦わら。俺は桃との約束を果たす。図に乗るな、海賊ごっこの小僧が。このゴムの頭いって死ねねえもんだな、つまらねえ。こんな退屈な世界をぶっ壊す世界最高の戦争を始めるならよ、てめえらをここでぶっ潰しちまっても面白くねえ。うわっ、スモーカー中将、皆さんはそのまま本部に帰還なすってください。ビッグマムとカイドウがしばらくおとなしくしてくれりゃいいが、海賊どもと組むのはこれで最後にしてえもんだ。ロウ、キッド、そして麦わら、奴らはさらに力を増しやがった。絶対にあっちゃならねえ。あの世代から黒ひげに次ぐ新たな四皇が誕生するなんてことは。頑張ったな、モモ。
ピースを狙う間からだ。いつか必ずてめえは倒す。ワンピースは俺が見つけるけどよ、敵とか倒すとかまだいいじゃねえか。今はよ、一緒に戦った仲間なんだからよ。ああ、いいじゃねえか、俺たちはもう仲間なんだからよ。ルフィ、俺はそろそろ任務に戻るよ。無事でよかった。またどっかで会おう。まだいろよサボ。そうしてんだが、このところ革命軍も世界政府も慌ただしく動いてる。世界は大きく荒れるかもしれねえ。わかったよ。お前の仲間たちに挨拶してから出航するよ。じゃあな、サボ。との喧嘩は俺たちの勝ちだ。おかげでモモとの約束を守れた。みんなありがとう。もしお前らが困ったら大声で俺たちを呼べ。必ず助けに行く。俺たちもまた困ったら助けを呼ぶからよ。俺たちの冒険はまだまだ続く。俺たちはずっと仲間で友達だ。友達じゃねえ。よし、やるぞ。今度こそ四皇をぶっ飛ばしてワンピースを見つけて海賊王に俺はなる。Thank you.
ピース。海賊無双4。